はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。生涯配信者、健太店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。動画の概要欄にですね、私が運営しております、ホームページの数々や、オンラインサロン、あとはですね、まだちゃんと YouTuber として活動してた頃の過去動画、すべて URL がですね、集約されております。なので、ぜひお時間ある方、興味持っていただいた方はですね、動画の概要欄チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あとね、動画の概要欄に入りきらなかった、過去動画は全て再生リストにまとめてあります。ぜひご活用ください。よろしくお願いします。はい。ちょっと今日ね、扇風機、暑くて扇風機もフルパワーで回してるんで、ちょっと雑音がひどいかもしれませんが、ご了承ください。暑いんです、この部屋。でですね、今日はですね、またちょっと、FIRE ね、誰でもできる FIRE について、FIRE 生活ですね。はい。誰でもできる FIRE 方法についての、ちょっと補足動画になっております。ね。先日ですね、誰でもできる FIRE 方法っていう動画を出して、大して再生されてないんですけども、はい、一応出したんです。で、まだ見てない人いたらあれなんですけども、その動画で僕がファーストステップ、誰でもそのFIRE生活を満喫できるっていうか、30代でFIRE生活スタートできる、ファーストステップとして、僕貯金を約3000万貯めてくださいっていうファーストステップ掲げたんですよ。はい。で、そこがですね、ちょっとファーストステップエグすぎないかっていうコメントをいただいて、はい。ね。はい。反省しました。はい。確かにですね、3000万って言うと、ファーストステップで3000万貯めろってお前、それできたら苦労しねえよっていうね、わかりますね。僕も若い時だったら多分そう思ってました。はい。でもね、ちゃんと貯金を若い時からしていれば、3000万別にそんなに途方もない数字では実はなくて、別に非現実的な数字ではないんですよっていうふうにはね、動画で言ったんですけども、とはいえね、僕が若い時に聞いたら、いやいや、現実見ねえよって思ってたと思います。はい。でも動画を自分で見返してみてちょっと反省しました。うん。なので今回ですね、お金、貯金しなくても、FIREというか、その動画で僕、投資信託のお話をしたんですよね。はい、3000万貯めて、投資信託に全振り、ね、全ベットすれば、年間、つましくはね、生きれるぐらいの配当金とか、利益は出るんじゃないのっていう話を、その動画でしたんですよ。はい、僕自身がFIREした方法は、全然別の方法なんですけども、それは動画の概要欄にあるオンラインサロンでね、ぜひ学んでいただければと思うんですけども、はい。僕はちょっとまた別の方法でFIREしましたが、投資信託もやってます。はい。で、誰でもできる方法としては投資信託手っ取り早いんじゃねえのっていう話をね、前回して、で、そこにはやっぱり3000万ないし、それこそ本当だったら5、6000万、7000万ぐらいないと、ちょっと厳しいかなっていうところなんですけども、その貯金がなくても、実は投資信託ってできるんですよ、今。はい。結構、LINE とか、Twitter の DM とかで、その投資信託について、なんかちょっと、ね、興味あるんですよね、みたいなメッセージ、実はあれからいただいて、はい。で、僕もそんなに別に投資信託詳しいわけじゃないんですよ。ただ、いくらか入れて、ね、臨時収入とか入ったらそこに、はい、投資信託に入れてるっていうレベルで、そんなに、めちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけども、ただ、投資信託って今本当に便利になってて、っていうか、世の中全体がめちゃくちゃ投資とか、投資とか、あとは積み立て、NISAか、はい。こういうのにお金入れさせようっていう風に今なってるんで、いろんなね、企業がね、ありとあらゆる方法を使って、うちのこれやれば、投資信託に回せますよとか、NISAに回せますよとかね、いろいろやってるんですよ。で、その中の代表が、ポイント投資です。はい。今回はちょっとここをね、皆さんに伝えたいなと思っております。ポイント投資。ね。ポイ活してる方はね、もう知ってるかなと思うんですけども、ポイ活っていうのは世の中ね、いろいろ T ポイント、今 V ポイントになりましたけども、V ポイント、ポンタポイント、楽天ポイントとかね、上げたらきりないですけども、いっぱい世の中ってポイントサービスあるじゃないですか。で、まあ、電気屋さんがやってる自社のね、ポイントカードとか、はい、ショッピングサイトがやってるポイントとか、何でもいいんですけども、そのポイントをね、積極的に貯めてお得に生活していこうみたいな、そういう活動のことを、まあ、ポイ活って言うんですけども、僕ね、まあ、ドケチなんで、はい、めちゃくちゃ金遣い荒いけど、そういうポイントとかそういうの結構ケチっていうか、貯めるの好きなんですよ。ケチな人間なんで。はい、ケチっていうか、ケチな人間なんですね。はい、で、ポイ活はもう昔から僕やってまして、それこそ10代の頃からポイ活やってます。誰もまだ当時ポイ活なんてしてなかった時から、結構ポイ活してて、だからもう20年選手ですよね、ポイ活に関しては。ポイント大好きで、それこそ僕パソコン目の前にまああって、モニターも2台、まあアクオサアクオサなんだけど、ほとんど電化製品僕ポイントで買ってるんですよ。はい、それぐらいね、年間結構ポイントを貯めてて、ね、本当にポイントってバカにできないよって話をよくしてたんですけども、これ本当に実はね、最近知ったんですよ。投資信託とか、その証券、今、ポイントで買えちゃうんですよ。株とか。はい。投資信託とかのね、ポイントで買えちゃうんですよ。で、これ僕も最近知って、全然知らなかったんですよ。今まで貯めるのが趣味だったんで、ポイントを。あんまり使うことってしなかったんですけども、最近気がついて、そのポイントを、まあ、投資信託とか、いろんなそういう、なんか投資に活用できて、で、ポイント投資は、ポイントでしか返ってこないのかなと思ったら、ちゃんと証券口座持ってれば、ポイントで、まあ、株とかそういうのを買って、売ったら今度ちゃんと現金でその口座に、はい、入ってくるっていう。だからポイントがまあ現金化できるんですよね、今ね。はい。ね。だからもう本当ポイントってバカにできなくて。で、僕ね、試しにね、一応ポイント、今まで貯めてた、まあ、ポンタポイントとか、T ポイント結構使っちゃってたんですけども、T ポイントとかを、まあ自分が持ってる証券口座の、まあそういう投資ですね。そっちの方にね、ちょっと使ってみたんですよ。はい。で、これがね、本当に便利で、本当普通に現金、キャッシュと同じ感覚でポイントが使えて、はい。この方法でやっていけば、まあ、FIRE するのは本当にこれ無理ですけども、FIRE のプラスにはなるんじゃないかなと。はい。で、僕ね、ポンタポイントが、まあ、7万ポイントぐらい貯まってたんですよ。そう。で、それは、一応、au 株コム証券っていうのかな、はい。まあ、証券、まあ、持ってなかったんで、そっちは作って、はい。で、まあ、そっちはポイント投資っつって、まあ、投資信託、それこそ僕が大好きな、オールカントリー、なんだっけ、三菱なんちゃらかんちゃらオールカントリーっつって、まあ、結構、低リスクの投資信託なんですけども、はい。そっちに回して。で、T ポイントは、もともと僕 SBI 証券、まあ持ってたんで、はい。まあそっちの方に T ポイント使えるんですよ。それで、と思ってみたら、投資信託のね、ポイントで買えたんで、まあそれも買ってみて、はい。で、この方法を使っていけば、それこそ皆さんポイントって知らないうちに結構溜まってるじゃないですか。で、なんか積極的に貯めようと思うと、ポイントって、まあ、10倍とか5倍とかね、あといろんな、くじとか結構やってるんで、で、意外とポイントのくじって当たるんですよ。はい。で、なんか例えば、エントリーすると、いつからいつまではポイント10% 返ってきますとか、そういうの結構キャンペーン各社やってて、で、それこそね、ポイントって、じゃあ例えば18歳とか20歳から10年ポイント貯めたら、おそらくだけど、まあ、2、300はもっと貯まるかな。下手したら、ね、500万ポイントぐらい貯まるんじゃないですか。10年間貯めれば。はい。それ全部、投資信託とか株券に回せば、まあ、FIRE のプラスにはなるんじゃないですか。20年で1000万ポイント。ね。30年で1500万ポイント。ね。そのポイント分だけでも、投資信託に回せば、プラスになりますよね。はい。だから、今回僕がちょっと皆さんに前回の動画の補足としてお伝えしたいのは、ポイントをね、無駄に使わないで、全部投資信託とかそっちに全振りしてみてはどうでしょう、いかがでしょうっていう、そういうちょっとお話ですね。はい。いや、本当にこれね、僕最近気がついたんで、もっと早く気がついたらよかったなって思うぐらい便利ですよ。はい。本当に便利。どうせポイントなんて、ね、端数分だけ使ってくださいとかよくレジで聞きますけど、あんなことしたってその端数分貯金するわけじゃないじゃないですか。端数分ポイントでっていうのってあれマジ無駄なんですよ。ポイ活のベテランからすると一番ね賢いのかもしれないんですけど、その浮いた分って多分宙に浮くんですよね。端数分使ってその端数分をじゃあ銀行口座に、まあ、数円だけどね毎回必ずプールするってんだったら話は別なんですけども、端数分使います、その浮いた分ラッキーで終わっちゃうんですよ。もうなんていうかもうどこに行ったか分かんなくなっちゃう、不透明消えちゃうんですよ離散しちゃうんですよね、はい、なんとなくその時の一時のお得感は得られるんですけどもね、数日後、数ヶ月後多分覚えてないと思います、はい、だから僕はポイントはね端数分とかどうこうとかたまになんかポイントちょっとじゃあ今日500円分使っちゃおうかなお買い物でとかじゃなくて投資信託に回すとね、まあ、将来に生きてくるんでこれこそ最もポイントの有効活用できる方法なんじゃないかなっていうふうにね感じてますね、はあ、なんでちょっとポイントカードっていうかそのクレジットカードを作り変えたりしてもいいと思いますよ、うん、年にね例えば1000万使わんとしてもじゃあ年間500万クレジットカード切りますっていう人だったら年間ポイントいくつ貯まるのかな、結構貯まりますよ、うん、でポイントアップの時とか狙ってやれば300万500万クレジットカード切る人だったら年間結構ポイント貯まるんでほんと10年20年で相当バカにできないポイント貯まると思いますよ、うん、なんでねぜひねちょっとポイントをちょっと積極的に貯めて、まあ、投資信託とかに回してみてはどうですかっていう、はい、これだったらいやそんなえぐいっしょファーストステップとか言われないかなと、はい、結構堅実じゃないですか。ビビたるもんですけどね、はい、ということで、ぜひねなんか僕はおすすめポンタと V ポイントですけども、うんまあ、クレジットカードとかそっちに作り変えてみてもいいかなっていうふうにちょっと感じますね。はい、というわけで、ぜひぜひね、まあ、なんかそのクレジットカードのリンクとか概要欄に貼れたら貼りますけど多分面倒くさいからやらないと思うんですが、はい、じゃあそういうわけでぜひ皆さんファイヤー生活目指して頑張ってください。はい、ケント店長でした。さよなら。